ラブの演技でした。さて現在2位につけている4連覇のかかるセレブリアンスカヤ、今度はぐーっと光る透ける、全ての流行を網羅している素材です。とも妖艶な出だし、そうですね、昨年までは可愛らしい表現が多かったんですが、うん、はい、今年はぐっと大人っぽく女性らしくっていうのがテーマみたいですね。お母さんとも話し合って、この女性の持ついい色気というものを表に出そうということにしたということです。作品ごとに違う魅力を覗かせる、全く違う女性を演じ分けてますね。19歳のセレブリアンスカヤです。どうですか大島さん、もう私を見てという感じですよね。まさに女王という感じですね。しかしこれだけの色気がありつつも下品にならないのが、そうですね、セレブリアンスカヤの魅力です。やっぱりこの特にクラブの場合は落下という不安があると思うんですけども、はい、2本ありますから集中力が大変いるんですよね。ですからその動きの繊細さと同様に逆の意味でのこう図太さというか、その神経も求められますよね、はい、選手は出る前に何度も何度もタオルで手の汗を拭うんですよね。さあ潜り回転2回転の後きっちりとキャッチ、ミスはありません。セレブリアンスカヤ現在2位、ここでなんとか高得点を出して1位の座をキープしておきたいところ。鈴風さん、やっぱり同じ女性から見てももううっとりしますね、はい、なんかみんなうっとりさせていた鈴風さんがうっとりするぐらいですか。それは間違いないでしょう。 9.811、 ちょっとでも思ったより出ないですね。そうですね、クラブの受けがちょっと不正確だったかなと思いますけども。